遊興として自由と平和を守らなければならん。それが俺たちの使命だ。来い。剣士になりたいっていうのはお前か。おう、頑張って。君はイケてるからきっとモテるよ。覚えておく。表に出ようが出まいが自分の信念を守らなかった。長い眠りだったな。私、ここはどこ？ここは人気町。気を失っていたようでしたのでここに連れてきました。彼女は妹のリムルルです。こんにちは。思い出した。水木の儀式。助けてくれてありがとう。どういたしまして。私が倒れた後、皆さんが水木を倒したのよね。暗黒神の復活は阻止したんだけど、水木はまだ地獄神社を結界で封印しているわ。私は人気林で調べたいことがあります。あなたたちは街で自由にしていて。リムルル、言うこと聞いてね。もういつまでも子供扱いしないでよ。調子に乗るな、こら。覚悟しろ。かかってきなさい。邪魔するやつはドイツだ。死ねえ。この妙なかけらは何？持って帰って姉様に見せようか。何か知っているはず。私が襲われた。今行きます。リムルル、ここにいて。しはないな。そこまで。何者だ。ベイ様、助けに来た。あなたたちどうしてここに。余計な真似を。片付けてやる。まさかこんなに強いとは。覚えてろ。怖くないもんね。どうして私の言うことを聞かないの。すみません、この件は私が。いいんです、妹のわがままです。子供っぽくて。姉様のバカ、もう子供じゃない。証拠だってあるんだから。リムルル。俺の荷物を奪って何かのかけらを渡せって言われた。この件、私が調べます。シンク組が助けてくれるなら安心だ。何者だ？名を申せ。